どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐よもレンジを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。相手が草タイプなんで炎属性で固めようと思ったんですけど、今回ですね、クインクスピックアップでこの前、ピックアップされてた、佐々木ハイセイ、暴走メンターのハイセイですね、を使って、特攻も乗ってるんでね、今回やっていこうかなと思います。まあ人属性キラー S プラスも乗って、かつ敵がグールなんでグールキラートリプル S マイナスがまあ生きてくるということでね、こいつを使ってまあ1億ポイント、1億ダメージチャレンジ、まあ、2億いけるのかな、ちょっとよくわかんないけど非属性で固めた方が、ね、いけるような気がする。誕生日カネキを使った方がいけるんじゃないかなとは思うんだけど、じゃあとりあえず行こうか。まあ、普通に殴ってエトでブレイクさせてっていう流れですね、いつもので、エトでまずは殴る。で、全員に、バフをかけていって、さあ、どれぐらい火力出るんだろうな。おお、一発が66万。あ、いいね、いいダメージじゃん。有利属性ではないけどキラーが乗ってね、逆に有利属性だと光属性キラーがないんで、まあこれで良かったんじゃないかなとは思います。まあとりあえず今回はこの暴走メンターを活躍させようっていうコンセプトの動画なんで、ガンガン使っていくよ。こいつをスキルをね回せるようにこいつに使っていきます。いいね、暴走メンター普通に強いからさ。どうしようかな。入る出すか。一応使って、まあもう本当このゲームでね、イラストめちゃくちゃ好きなんで、暴走配線の本当にめちゃくちゃかっこよくない？フェスゲーの中でさ、本当に1位2位を争うぐらい暴走メンターのイラストは好きですね。あれ、おっと、まあハイルは有利属性取ってるんで、ムツキのね、誕生日ムツキの防御バフがなくても生き残れるんじゃないかなと思います。心配なのはエトとハイセだね。多分ハイセがもろかったような気がする。だから回復と、おやっべ、もろすぎ。待ってくれ待ってくれ、それはまずい。暴走メンターがいかれるのはさすがにまずい。ちょっと待てよ、これ持続回復あるけどサイコ出すか、ちょっと大丈夫そうじゃないなハイセ次死ぬ可能性大ありやな。まあ、ここをハイセにスキル打たして、お返しです。ザンザンザン、いいね、いいダメージよ。多分打てないかな、このターンは。もうじゃあサイコ出して、なんなり、はい、どっこいと。一発20万ぐらいかな。1、2、3、4、5、6、 OK。 これ、サイコのスキル使ったんで、サイコは攻撃一発するたびに相手の武器耐久値が1減るんですよね。でそこを気をつけていかないとやばいね。サイコがアタックポイント、待って、ハイルいったんだけど強くない待て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 、ヨモさん強くないかちょっと待て、マジか。じゃあとりあえず、あいつ武器耐久値回復してないじゃん、マジ。使えるから使っとこう。なかなかヨモさん強いな。サイコのあれ、スキル溜まるスピードすごいね。ここなぁ、まあ誕生日か、あー誕生日カネキ出してからスキル打ったんでもよかったな。ハイセ出してガンガンダメージ与えないと、ね、でまあハイルやられたところを見るとハイセも死にそうだから、もう一回ここ下げるか。
あれだっけ、サイコのブレイクバーストのブレイクウォール S プラスと、誕生日ムツキの、スキルで防御2倍になるやつ重複しないんだっけ。違うよね。重複するのかな、しないのかな。やべえ、エト持っていかれそうだ。こいつはまずいな。ムツキは大丈夫として、あいつ武器耐久値回復してくれないからこっちの火力が上げらんねえな。なかなか厳しい戦いなんだけど、ムツキが使えるから。ここは、誕生日カネキを倒そう。押し通す。でとりあえずムツキ使って誕生日カネキのバフをかけていく。 OK、 いいね。まあ1億いけばいいかなって感じかな。なかなかエトのバフがかけられなくてきついね。一発15万ぐらいか。いやーこれいけっかな。暴走排水次第なんだと思うんだけど、シフト使っちゃったのが痛い本当に。いやー、あいつ全然武器耐久値回復しないじゃん。マジか。ここ、排水、光排水持ってきた方が良かったのかな。マジ？これきついぞ。ちょっと待てよ。とりあえず、エトのバフをかけたいな。多分、切れてるよね。いやー、ここ、暴走メンターでどれぐらい持っていけるんだろう。1億ダメ出せれないかもしれないな。で、そうだな。終わりだ。はい、せお返しです。お返しです。ザンザンザン。もう一発30万ちょっと、32万ぐらいか。まあ、多分誕生日カネキより暴走の方が出てるな。終わりだ。次のターンだな。次のターンでどれだけ。ていうか、これあれか。これ最終ターンか。いやー。これはいけねえな。なるほど、800万はいったけど、800万じゃない、8000万か、8000万はいったけど、ちょっとこれはパーティーの見直しだな。圧倒カネキまで飛ばされちゃった。おごりは禁物だ。いやヨモさん強かった。なるほど、武器耐久値を回復してこないからエトのブレイクバーストが生きてこないですね。だからこれは排水、排水かな。光排水の攻撃力にバフかけるキャラってなんか他にいたっけな。エトしか使ってないから脳死、いつも脳死でエト使ってるからこういうことになるんだよな。ということでですね、今回1億ダメージを暴走メンター使って出そうと思ったんですけど、まあ出なかったということで、まあでも暴走メンター今特攻乗ってかなり強いキャラクターなんで、クインクスピックアップ今されてるよね。まあせっかくねピックアップされてるんで、引きたい方は引けばいいと思います。かなり使いやすいキャラだとは思いますね。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もありがとうございます。どうぞ。